ジジ、ヤザク。いい感じに仕上がってきてるな。ありがとう。クリスマスの季節っていいですよね。私大好きなんです。家族が集まったり、気温も下がって寒くなったり、ツリーやお菓子の家、デコレーションを飾ったり、そしてごちそうもあって、チャリティー支援のベルがショッピングモールで鳴り響く音も大好き。この季節になると人々は親切で寛大になりますよね。今一番売れているおもちゃが店に一つしか残っていないときは別ですけど、そうなると我が先とみんな押し寄ります。そうとは言っても言うべきことはたくさんありますよね。しかし忙しさでクリスマスの本当の意味を忘れてしまうことがあります。若い世代は本当にクリスマスの意味を知っているのだろうかと思うことがあります。うちの妻にとってはクリスマスはクレジットカードの限度額をギリギリまで使って買い物をする言い訳だったり、孫たちは誰が一番プレゼントをもらえるか競い合ったりします。でもそうではなくて、クリスマスの本当の理由、それは会話桶から始まった最初のクリスマスの出来事を記念し思い出す日なんです。それは人類の歴史を永遠に変えた出来事でした。私たちはこの上なく尊い贈り物を与えられたんです。ジージ、夕食の準備ができたよ。今行くよ。ありがとう。さあ急がなきゃ。そういえばごちそうもクリスマスの楽しみの一つですよね。クリスマスイブにみんなで集まれて本当に嬉しい。みんなようこそ。ジュエルやジャナ、アーロン、ウイラニ、みんなハワイから来てくれてありがとう。飛行機はどうだった？悪くなかったけど、ハワイからだとどこに行くにも長旅になってしまうのよね。まるで3人の博士の旅のようだったわ。博士って何？博士っていうのはね、聖書に出てくる3人の博士。彼らは長い道を旅したんだ。星が彼らをベツレヘムまで導いたんだよ。ってことはパパは博士だってね。ママがパパはお利口さんって言ってたんだよ。それは多分皮肉で言ってたんだと思うよ。じゃあみんな食事の前にお祈りをしよう。お祈りします。神様、このお花、この家族を感謝します。またあなたの御子イエス様を感謝します。イエス様から与えられた救いを感謝します。クリスマスの贈り物を感謝します。この食事とこの交わりの時にあなたの祝福がありますように、イエス様の皆によってアーメン。さあみんな食べて食べて。清き調べ。
空に聞こえ、巫女の母は祈りたまう、まぶねの君を褒めまつる。くずしき星の光あり、緑子こそ主にいませと、喜ぶ声地にこだまし、まぶねの君を褒めまつる。くすしき星の光あり、神様は星を使い博士たちをベツレヘムまで導き、救い主の誕生を知らせたのです。博士たちはイエスが生まれる何ヶ月も前に星を発見し、民数記に記されている1400年前の予言を信じ、星をたどったのです。彼らは熱い信仰の持ち主でした。だからこそ2000年経った今でも彼らのストーリーは語り継がれ、彼らの歌は歌い継がれているのです。彼が与えられたこの体験を、この現代でも神様は私たちに体験させてくださるのです。それは星のように経験や挫折、またメンターを通して、もしくは小さな子供を通して、あなたの注意を引きつけようとしているのです。神様は私たちを先導してくれるサインを与えてくれます。それは見えなくても必ずあるものなんです。3人の博士のように、そのサインは探さなければ見えません。あなたはまだイエス様を信じていないのかもしれません。神様が与えてくださった星、それはこのクリスマスプログラムを通して見つけることができるかもしれません。またサインはたくさん与えられたけれども、それに従う決断をしていない、今がその決断をする時です。星はあなたをどこに導いてくれるのか、それは救い主の御前です。イエス様を信じている方、追い求め続けてください。神様の御手を探し続けてください。必ず神様の御心に導いてくれます。導きに従ってください。結婚生活や人間関係の中で、そして特に行き詰まった時は、必ず探し求めている答え、人生のミッション、神の御国御心へ導いてくれます。誰であろうと、どこにいようと、星が止まった下には最高な贈り物が用意されています。勇気を持ってついていってください。そしていつかあなたのストーリーがまた人々の励ましになるでしょう。
for Christ.博士たちの歌だ。そうだよ。素晴らしかったよ。さあ中に入って温かいアップルサイダーでも飲んでいきなさい。ありがとう。さあ入って入って。ジージー、ストーリータイムはまだ？じゃあ始めようか。準備はいい？うん、本当に？じゃあみんな集まって、クリスマスの物語を聞かせてあげよう。さあ集まって。昔昔、乙女マリアに主の使いが訪れた。それってジージが生まれるもっと前？ずっとずっともっと前だよ。御使いはマリアに赤ちゃんを身ごもることを伝えたんだ。イエス様、そう、イエス様。そしてその赤ちゃんは神の子であると言ったんだ。マリアは結婚していなかったから、婚約者のヨセフが怒るのかと恐れた。怒ったけど、でもヨセフは御使いに夢を通して赤ちゃんは神様からの奇跡だよと伝えられたんだ。二人は結婚して、その時代にはヘロデ王という王様がいて、ヘロデはみんなに自分の故郷に帰るように命じたんだ。だからマリアとヨセフはベツレヘムまで遠い遠い旅をしなければならなかった。二人はロバに乗って旅をしたんだよ。ベツレヘムに着くと、ホテルに空きがなくて、
だから2人は馬小屋に泊まることにした。そこでイエス様が生まれるんだ。ベッドがなかったから会話おけに寝かせたんだよ。そこでやってきたのが博士。そう、博士がやってきた。そして贈り物として黄金、乳香、もつ薬を捧げたんだ。その時聖なる幼子は産声を上げた。それは救いの御子イエスの声だったんだよ。キヨシ、この夜星は光、救いの御子は真舟の中に眠りたまおう。いとやすく清よし、この夜見つげ受けし、巻き人たちは巫女の御前に脱がずきぬ かしこみて
見つかい歌いて巻き人を集えば愛しき緑子静かに眠れ今ぞ迎えん我らの君をば共に祝わん我らの主をば二部席馬屋に生まれし君こそ贖い清むる救い主なれ今ぞ迎えん我らの君をば共に祝わん我らの主をば皆さんもきっとクリスマスにはプレゼントをたくさん受け取ると思います。しかしどんな高価なプレゼントであれ、最初のクリスマスに用意された贈り物に勝るものはありません。その贈り物を受け取ってくれることが私の祈りです。ある時、友人が妻と私にプレゼントとしてディナークルーズへ招待してくれました。行きたい気持ちはありましたが、高額なものを知っていたので遠慮して断ったんです。内心はとっても行きたくて断らせてくれないことを願っていました。幸いなことに彼は断らせてくれなかったんです。そして妻と私は行くことになりました。そうでなければきっと妻にひどく叱られたと思います。そのプレゼントを受け取ることによって素敵な経験になったんです。私たちが行こうが行かまいがクルーズは始まっていたでしょう。しかし友人の招待を受け入れることで楽しい時間を過ごすことができた。私は皆さんも用意された贈り物を受け取ることを祈っています。
聖書には神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてあります。神様は一人子イエスをお与えになりました。しかしイエス様を信じ受け入れなければ永遠の命はないんです。私がいただいたクルーズのプレゼントのように、私たちが受け入れようが受け入れまいがイエス様は捧げられたんです。だからこそそれを受け取ってください。永遠があなたを待っています。神様はあなたが受け取ってくれることを願っています。あなたがその贈り物を受け取ることこそが神様にとって一番嬉しいプレゼントなのです。ぜひニューホープのクリスマス礼拝にお友達やご家族を招待してください。そしてあなたもきっと誰かが一番最初のクリスマスの贈り物を見つける手伝いとなれるでしょう。To find